い、大家好。こんにちは、シャンメイです。本日は、ストレイキャットドアーズ、やっていきたいと思います。ですね、現在、ステージ8、8に来ておりますが、前回この、最初のこの青い、水色かな、水色の窓のステージでね、20分かかってしまった。いやー、難問でしたね。というわけで、この黄色の、ステージへ、ちょっと待ってよ、これ回収したら、ちょっと待ってよ、突撃したいかなと思います。はいはいはい、どうしたんですか。筆がない。これは、あー、かわいいよ、かわいさの塊だよ。あー、なるほど。ここは、あ、全部届かない。今回割とステージが広い。こ、水車小屋のとこだけど、水車小屋がないね。よいしょ。なるほど、どんぐり三つ棒ベルがいるっぽい。で、こっちは開かない。他は何も。やっぱり猫が映ってるね、水にも。でもこの子猫なのかな。じゃあ、亡くなった母猫さん、違うな。やばい、ちょっと待ってよ。棒的なものはないかな。この辺、あ、なんかある。ちょっと待ってよ、どんぐりみたいなのをしてる。まだある。いや、もうないな。待って、でももっと 棒みたいのがいるんだ。棒みたいのないかい。それでゾングリ渡しておくか。あ、渡せない。どんぐりを投げる。違う。どんぐりを投げ、違う。違った。ちょっと待って、今回も難しいぞ。どんぐりを埋める？そんなことはない。さらに向こうとかには行けない。行けないか。
これはね、水の中に筆が落ちてるのはわかるんだが、どんぐりは関係ない今は。え、難しいぞ。他に、もう取れないのはね、あ、これか。ちょっとこれ、とりあえず、あ、まだ違う。これを使って取る？違うのか。よし。これは違う。これ後回しかな。あれ？切り株に、これか。この切り株にまずこれ刺して、どんぐりはめて、ベルをつける。と、やってくる。と、鍵がもらえると。よしよしよし。そしたら、これが開く。あー、待ってー。開く。棒が取れたので、今度こそ網をこうだ。で、この網というかタモで救う。よしよし、今回は早かったぞ。ふう、渡す。どうぞ。はい。じゃあ、紫のステージ行きましょうか。もう割と早かったよね。8分。そんなに早くなかったか。ゴー。あー、かわいい。何やってるかわからないけど。君は何を。あ、待って、あ、これおもちゃだったんだね。こっちのビスケットみたいのは取れる。あ、また猫が映ってる。やっぱ猫なのか、君は。今作の主人公って、これは何ともできない。なんともだよね。じゃあ先行こうか。あ、なんか引っかかっている。君にはこれだ。あ、まだまだ引っかかる。あー、犬。あ、取れた。他はいいかな。木の枝なんかいっぱい落ちてるのに、この子から取らなくても。
じゃあ戻るか。えい。あ、ありがとう。あれ、意外と早かったぞ。じゃ最後の窓もいけるかな。これは町かな。行ってきます。どうしたの。今作の主人公ってどっちの子。ドライヤー。あ、やっぱり猫が映っている。猫のエンブレムっぽい。もう何もない。他は特に何もないかな。おっと、何か落ちてたぞ。ん？うん。ウサギは四つ葉のクローバー、猫はリボン。リボンと星と魚、犬はボール。ぬぬ？プレゼント、猫で、日記、ゴミ箱、車で、ナイフ、フォークで、ケーキ。この順番。何かがボールあるね。はい。ん？バラバラのクレヨンが。クレヨンかな。多分クレヨン。ちょっと今置いとこう。わからん。ああ、正しいのをつなげと。覚えてない。む、あ、この表の通りに生徒。
微妙な長さの差が。これ左から2番目と右から2番目同じぐらいかな。で最後だけちょっと低い。はい、プレゼントは12日で曇り、曇りのち晴れか。で猫の日は雪、5日で、でこの本のマークは7日で雨。で、ゴミのマークが20日で晴れ。で、車のマークが22日で、まあ、晴れのち曇りね。あ、じゃあ曇りのち晴れね。で、食事のマークが13日で雨。で、ケーキのマークが15日で晴れぐらいかな。あとはヒントヒントヒント。いや、これ猫じゃないよね、ウサギだよね。なんか横歩きしてる猫がリボンで、あ、でも猫だけピックアップすればいいのかな。欲しい、ちゃんとお座りしてる子が魚。もう一枚絵あったね、これか。伸びしてる子が蝶か、蝶々。で、座ってる子がなぜか頭にリンゴを乗せている。これくらいか。他にもなんか散らばってる。そんなことはないか。座ってる子はリンゴ。で、伸びしてる子が蝶々。で、割とちゃんと座ってて、る子が魚くわえてた。で、この子が欲しい。この子がリボンかな。おっと、じゃあまず先にはめてこよう。これ多分全部はめるんだろうな。クレヨンみたいな、何に使うんだ。溶かすのかな。これさっきの表にはめていくと、待って、マーク確認してない。マーク一緒だった。ちょっと待ってよ。マー
ークが、あ、もう確認しなかった。これはもういいのかな。これマーク見てなかったな。このウサギみたいなやつ、ウサギじゃないかもしれん。で、なんだこれ。なんだこれ、何のマークだ。で、なんかこの互い違いの分かれたまんじみたいなやつ、まんじじゃない、タオのマークみたいな。で、これや山二つ、全然違うかもしれん。で、なんか人がこう腰が曲がった人みたいな。で、最後がニコちゃんマークの横みたいですね。よし、多分大丈夫だ。これだっけ。あ、で、ニコちゃんマークの横みたいなやつが一番下ぐらいで、腰が曲がってるみたいなマークはもう一個下かな。で、あれ、合わなくなるか。ちょっと待って、一番高いのからいこう。一番高いのはこれで、次に高いのがこのウサギっぽいマーク、これで、その次がこれなんだよね。ってことはもう一個、いや、ウサギが2番目で、3番目がこれ、あれ1個マーク抜けてる気がする。じゃあこれもう1個ずつ下か、こうだな。はい、筆。なんか今見落としそうな感じだったな、これ。危ない感じがする。これはもういいかな。で、これは片割れが見つかってない。これはん、この子何がいるって言ってた。あ、鉛筆はあるね。はい、あれ、で、筆。最後ネズミのおもちゃがいる。ここには何もない。これはもう解決した。別に剥がせないのか。これも解決してる。
これはなんか意味はないか。あ、意味はないか、もう、そうだ、意味はないんだ。他は…この辺の絵は変わってないよね。あとクレヨンとドライヤーなんだけど、これは半分見つかってない。これなんか何も動かない、何も反応がないんだ。やっぱり難問来たぞ。ここにクレヨンは関係ない。こっち側特に関係なさそうなんだよね。あとはこの辺とか、炙り出しとか。炙り出しじゃなかった。関係ないか。ちょっと待ってよ。あ、これ先が長いかもしれない。他に何か落ちてないよね。クレヨンでなんかするんかな。絶対ここ関係ないしな。これはもう終わってるしな。炙り出しじゃなさそう。違うか。これよくわかんないんだけど。これかかりそうだぞ。おー、ちょっと待ってね。今回ちょっと一回ここまでにしておこう。これね、ちょっと長引く空気がする。
というわけで、今回ここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。